形なので、できるだけ価格はもう使わせていきたいところ。さあまずはクービー、ダメージを少し取っていく。さあしかしここで壊しから中段焦点入れ替えて、さあ追いつかないが投げ通さず、さあ投げ、ここでしゃがみ当たりしている、入れ替えてコパンコパンから空投げ通さない、さあここでしゃがみ当たりだが命拾いする、こかしてさあ入れ替えない、正面のまま挑発が当たらない、さあ叩きつけてバースト、まず1回焦点入れて浮かし直して空投げは通らなかったがそのまま継続、猫歩きで避けて中段投げ通る、さあ挑発でしっかり拾って、ここはバースト、両者ともにバースト1本使う、さあ防射室、さあここで落として上げて竜位層から満点も組んで時間も稼ぎに来た、さあワンパイエル、これはまずい、カウンターサウンドへ抜けて、さあこれはタオカカの方が体力多いですね、タイムアップでまずは1本取り返す、さあバースオンズ一緒シャビ、さあガポを見過ごしてから5番入れていく、さあ後半からなんとか継続させて入れ替えて金馬ガードしたが間に合わない、さあここでバーストを切り返して画面端取っていく、さあ膝から挑戦ループ、さあバイストナイト言わんばかりのバースト警戒せずの最大を入れていきたい、さあしかししゃがみあたりから棒でこれは同ダメージ取られそうっていうかこっちの方が減りそうだ、チュン棒が追いついて待機つけて、さあ前にから大車輪は外していく、上を通していく、さあ棒がここで間に合うが前進、さあポールダンス空中当たり初チュン叩き落として、これはまずい、タオカカの体力を持ってくれといった感じ、コンボをさ途切れさせた、何度かタオカが生き残る、さあここはもう一度も触らせられない、カウンターすると入れ替える、大車輪入力、さあ振ってくる発生補助だが何度か一打で済んだが、コッパン刺さり、本日の優勝は朝倉椿&トレードライチのベンネリアスの作詞、非常に惜しかったですが、ウィキノさんと商品さんにも皆さん拍手ということで、商品授与を参りたいと思います。それでは朝倉さんとトヨタさん、こちら優勝商品の六万十でございます。どちらか種類をお選びください。そうですね、なんかね今日は C が買ってきてくれたんだけど よく分かんなかった、多分売ってなかったんじゃないかな、いつもの俺かっこいいクッキーとかその辺のは。では、そうですね、エキシビションからまず先にやっちゃいましょうか。対マン戦やっていただきまして勝った方にプラスポイントといった感じでやっていきましょう。
さあそれではエキシビションを勝った方が、まあプラスポイント入るというこの戦い、一ピーガワンには朝倉つばき、二ピーガワンにはトワイトライチですね。お願いいたします。さあまずは開幕、触っていくのは両者。さあ椿からスタートいって、まずは画面端溜めていって、さあダメージアップ、ここで投げを通す。さあもう一度叩きつけて、浮かして落として、さあ継続。さあここでライチ側がコパンからスタートいく、しゃがみ空中に逃がさない。さあ出身立ち火カウンターから叩き落として、インストールゲージを稼がれる。さあカウンターホールしなかった、ここは投げを通して、さあ定番コンボ、ここはダメージをしっかり取りていきたい。しかしミスってしまった、突撃総裁。さあしゃがみ入るが安く済んだ。さあこれはどうか、切ってから画面端で、さあダメージアップを狙いにいった。さあ相手にもバーストが1個、ここはどうするか。大車輪プログラム、さあ落としているが、カウンターサウトで棒が刺さらないが、三元脚でとどめを刺した。さあまず1本取っていくのは東映とライチ。さあまずは吹き飛んだ、ここは先ほどのラウンドと同じく、まずは先に優勢に朝倉、椿が取っていく。しかしここでトヨタライチの逆襲が始まる、拾い直した。さあしかし後半補正位置がずれていた。さあ今のは危なかったが、なんとかガードが間に合って、さあ防射室タックル入れ替えて、さあ体力的にリードしているのは椿だったんだけれども、ここでワンコンボ。さあ清流入れ替えて、立ち火スライディング、さあインストールを少し貯める、リーソー、これはガード間に合わないが拾いをミスる。首から対応としてインストール、さあボール射出、タックルが目の前で止まる、ここはバーストすかさない。さあタックルラピッドからの対応つけて、ここはディストーションドライブ、ダメージ重視、だがまず知らぬ昇竜でやらかしてしまった。エキシビジョン勝利はトエトライチということで、プラス2ポイントおめでとうございます。それではインタビューの方いただいていきましょう。さあそれではインタビューですね、ではまずは、どっちの方が、朝倉さんの方がいいかな、朝倉さんからいただいていきましょう。はい、トヨトさんのおかげで、はい、優勝することができました。何勝したの？何勝しました？僕は2本取りましたね、合計で。はい、これからもトヨトさんには椿を引っ張っていってもらいたいと思います。日本勝利おめでとうございます。それではトヨトさんいただきましょう。前に負けたウィキの人に勝てたので良かったかなと思います。まあリベンジできたんで、はい、良かったです。おめでとうございます。久しぶりのトヨトさん優勝ということで、本日はさくらさんとトヨトさん、椿ライチの優勝でした。それではちょっと時間の方が押しているんで、フリップなどもございません。ちょっとの試合の方に戻させていただきまして、大会の方を終了したいと思います。それでは本日、来ていただきありがとうございました。大会の方を終了させていただきます。皆さんありがとうございました。Thank you.